前回までの騙さじアグネスの中に入りたい。プリンセス天候これむずいな。入ったあ、水着かけた。邪魔お前マジでスポンジパイで。やばいやばい。これなんかポテトが倒れてる系。これポップコーンじゃないですか。ポップコーンかこれ。あ、すげー。なにこれ、イエーイイエーイ。一人乗りだ。 USJ ここ来たよ来たよ。ハイグレちゃん来たよ。ハイグレ行きます。痛い気なジャイアンと僕を TP してくださらないでしょうか。次は緑ですね。はい来た。おっと次は何でしょう。なんだこれ、パルテナの神殿これ。これじゃあ押すよ。ちょっと、なんか出てきた。怖い怖い。あーびっくりした。勝手に押しちゃうと変に進んじゃうんで本当に伝わんない方がいいですこのステージ。え、これどうすんのどうすんのこれ。これ英語なんですけど、要するにこっから各部屋に中央にボタンがあって、そっから4択で問題が出されるので。4択OK 理解したって聞かれてます。あー OK、 じゃあイエスでね。イエスでいいんだ。あ、なるほど。正解するとこれ、こんな感じになるのね。どれからいく？じゃあ、丸さんから行こう。ないの？コミュニティは激ムズです。もう日本人には解けないです、これマジ。あー、なるほどね。ジェネラルはもう普通にマインクラフトやってれば解けて当然だよね、みたいな。だって、私たち日本語でね、英語わかんないから、ここ。え、これ、押していいの？押して大丈夫です。それは問題が出るだけなので。あ、すごい。え、アンダーが、役を。多くの食料品があります。次の中で標準的なゲーム、要するにバニラでは未実装ならどれですか。え、アップル、リンゴか、ケーキ。あ、これはあれか、氷のやつ。アイスキャンディーですね。で、あとはマッシュルーム、なんとか。いやいや、つけぼう。マッシュルームあるっけ、これ。あります。ということはアイスキャンダー、アイスキャンディー。うわついての問題です。マインクラフトではたまに死にますが、少なくとも経験値は持っています。え、さて次の単純な行動の中でどの行動が最も効率的に経験値をですか。スマッシングアバトルアエコエノエノエンチャンティング。エンチャントされた瓶っていうのがあって、壊すと経験値が出てくる瓶があるんですよ。それを1個壊す。ヒーリングアベイビーゾンビ、赤ちゃんのゾンビを倒す。あとはダイヤモンドを倒すかな。あとキャッチングパーパーパー、スポンジをゲットするか。それフグです、フグ。どれ。マイクラ詳しい人。これちゃん。あ、じゃあ小林どれだと思うんだよ。これよ、絶対これやろ。これ絶対これやで。行くよ。じゃあこれ、オッケーオッケーオッケー。はい。ああ、これはいじめだ、これは。これ水攻めかよ、これ。あの、死なないと戻んないです、これ。死のう、みんな。じゃ、ダイヤモンド選ぶわ、俺。多分ダイヤモンド。いくよ。嘘嘘だプレースダイヤモンドイズ、あ、ダイヤを納品しろってことじゃないですか。あ、見つけるのか、まず。あったあった。うわ、そういう落ち方。じゃ、フグでしょ、さすがに。フグだ。じゃあゾンビ選ぶよ。あ、やってもだ。ふざけんな、もうこの音が腹立ってるんだ、この正解を。さあ次の問題いきますよ。はい、ダダン。あれ、 Google 翻訳、アンダー翻訳。あ、来ました、アンダー翻訳。花は素敵です、そう、あなたの花のように。いや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 、お前これ本当に言ってますこれ。あなたはそれらを選ぶことができます。ひまわりは常にどちらの方向を向いていますか。あー、なるほど。ひまわりって太陽の方を向くよね。つまりはマインクラフトって日本のゲームじゃないので、日本基準で考えたらダメですよ。そういうこと。そんなわかんないやん。ということなんで、要するに現実とは関係がないです。いや、マインクラフト世界の。あ、そういうことか。まあ、それはブラックザマター。総地さんが厳島神社作った時に太陽が昇って沈んでた方角ってことっすね。じゃあ総地、装置の答えイースなんですけど。ほんとじゃん、お前すげー。さすが、すごいね、福島作っただけある。さあ続いてのレインボー。なんだこれは。やりクラブビリーブートザキャンプ。これビリーブートキャンプ。こんなカラーボールあったら怖いわ。家族の別れにぴったりのこの曲は、え、悲しい顔を笑顔に変えます。音楽ディスクのワードは何でしょうか。
いや、わかるか。マインクラフトめちゃくちゃやり込んでるやつじゃないとわからん。これは深サンタくん。学生時代からマインクラフトを一番やり込んでいるこのサーバーの持ち主でもある。この前ツイッターでもやらかした情報それ言うんすか。じゃあ深サンタくん、簡単すぎていいんすか。逆に知ってるやつは違うな。もう簡単、僕がいいんです。答えちゃっていいですか。いいよ、いいよ、全然いいよ。狛犬とかの方がいいんじゃないですか。はい、答えよ。答えちゃう狛犬が、はいはいはい、いいんすか。いいよ狛犬、じゃあ答えて。ガチすげー、常識ですね。次の問題です。はい、シルバーフィッシュの石のブロックに隠れているとそのブロックが現れます。だってシルバーフィッシュが、潜むブロックは何種類あるでしょうか。そんな難しすぎだろう。俺は分かったよ。うん、余裕。ヒント欲しい、タモさん。いや、まあフリーメイソンよね。666足して18でしょ。18を割る3してごらん。そうすると答えが出てくる。いや、もう結局6やんけお前。最初から6でいいやお前。さあ6。ほんとじゃん、すごい。なんで言ったの。ちょっと知らんかったのかよ。はい、次の問題いきます。破裂するような効果がある花火を作るにはこの中でどの素材を使ってクラフトをしなければいけませんか。1ゴールドナゲット、2、グローストーン、グローストーンダスト、ダイヤモンド、そしてフェザー。フェザー級、バンタム級。バンタム級絶対火薬やろ。これ火薬ちゃん。あ、これなんかね、火薬っぽい形してるけど、これやろ絶対。俺もそう思うわ。今回は絶対こなっ、小林に参戦。じゃあこれやろ。あーわーい、ネタかこれ。こっち金だと一般じゃ思いきや、この羽じゃないかなって。これ俺は行こう。おー、すげー。なんで羽で爆発すんねん。死ねえよお前。いやお前。次の問題、レベル30のエンチャント必要な本棚の最小数はいくつですか。8、12、15、18。タモさん、ヒント、フリーメイソン。フリーメイソン666ってことはもうわかるよね。もう絞れちゃうわけよ答えは。簡単ですよこれ。12かな。それはないよな、それはさすがに。12やって、信じて、自分を信じて。じゃあ12でいくよ。あ、なんで全く知識ないけど、このクイズの流れからしてこれ15です。でも俺は佐々木のあの666、やっぱフリーメイソン。どっかの大学が言ってました、あの都市伝説すぐ信じるやつは基本的に知能指数が低いって。あの回答だよ。浜田さん、知能指数低いっすよ。低いなこれは。15。ほらな。タマさん、宝物庫への扉が開きました。え、ほんとだ、宝物庫への扉。何、ハムナプトラかこれ。でも、骸骨並んでんだけど、大丈夫。おー、バズぜー、ふざけるなや。何よこれ。っていうネタです。ネタかよ、これなんもないんかい。よし、行くぞ。さあ、続いての問題はこちら。音符ブロックは下に置いてあるブロックに行って、いろんな音色を音符、いろんな音色を発します。音符ブロックがフルートの音色を発するとき、下に置かれているのはどのブロックですか。いや、なんでそんな。クレイ、クレイっぽいやつ。粘土か、はい、ゴールドブロック、そしてアイスブロックに、防音ブロック、骨のブロックかな。これはフルートでしょ。金管楽器。金や。あ、金管楽器。絶対それ、絶対それ。ちいってちゃー。昔の人とかってなんか楽器って何で作る。骨とかで作ってたよね楽器を。ちゃうやろ。でも作ってるよ。エンドでさ、オカリナとか作るわけじゃん昔の人。ああ、そういう時もあるよね。オカリナだよ、オカリナ。オカリナ、え、オカリナ、オカリナ。はい、次はエンドロール中にマインクラフトの、ロゴ下から始まるエンドポエムの最初の一行なんですか。なんだそんなポエムとかメメヘラみたいな。まあポエマーのスプーン配信者のふかさんだ。おはさんだ。わかりました。じゃあ感覚でいっちゃいますね。ふかさんと外したらこれもう、じゃあ陰気に立ってツイートしろよ。陰気に立って。わかりました。じゃあいきます。はい、はっ。はい、はい、このメンヘラの部屋は間違い探しをしろって言ってます。要するに鏡の中とこっちの部屋とで。鏡の中と、おもろい、おもろい。それはヤバコ見てだな、ほんとここ。ほら、こんなにたくさん、こんなにたくさん。だからさ、ね、この人たちバンしてもいいよ、ほんとに。ユージもおいで、ユージもおいで。開いてんじゃねえか、いつの間にか。おい、落ちちゃう。そんな落
ちか結局。あ、鹿サンタ間違えてるやんけお前。すいませんでした。まあ、本当にさ、マインクラフトやってんの？これちょっと難易度高すぎないですか？じゃあ今回はタコヤとリュウジ、お前らで話し合ってみろ。タコヤどれだと思う？え、俺普通にこれかなと思いました。まあ、I see the player you mean。おっと、なんか音がするよ。I see, I see。飛んできた。あ、飛んできた。何これ？枝豆？カリバイマイの卵じゃないですかこれ？つって。え？え？何？くる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 ？ここで全部ゲットするまで回り続けるんじゃないですか？他のとこもクリアしないといけないのこれ？3つ全部クリアしないとクリアになってないです。嘘でしょ？